今日のイベントのために練習もたくさんしていたので、なんかでも1ヶ月前ぐらいからやってたのがもう終わりっていうのがすごくあっという間だなって思うんですけど、こうやってお披露目することができて嬉しいです。サラちゃんどうでした？今日教えてくれて全て4回目で、いつもなんか初めの時とか全然なんか振り付けとかも分からなくて、いいお姉ちゃんがいつも考えてくれて、すごいいいお姉ちゃん持って幸せだなって思ってます。いやできた妹だね。ありがとう。お姉ちゃんがね、ちょっとオリンピックね残念でしたけどね。なんか言ってました？この後兄弟の夢でもありますけど、お姉ちゃんの夢、私は私の夢、妹は妹の夢なので、また4年間兄弟で一緒に力を合わせてする時間が増えたっていうのはありがたく思って、また一から家族みんなで力を合わせて頑張りたいなと思います。自分はどうなんですか？私はもう全く二足のわらじっていうだけであって、二刀流なんか全くできてないですし、どっちも完璧じゃないし、どっちも中途半端なだけなので、まあ、スケートに関して全日本行ったっていうだけで満足しているので、それよりももっと上を目指して頑張りたいなと思います。あの2018年って一文字で作ったんですよね、はい、あれ誰が考えて？そう、初日の出を見れて、なんか写真撮った後にお姉ちゃんがちょうど4人でいたので、2018やらないっていう風になって、じゃあいいよって、妹は一番簡単な1で、私がなんか体柔らかいから0でいいんじゃないって言って0になって、お姉ちゃんが2で、お兄ちゃんが8で、8が一番難しいなって思ったんですけど、お兄ちゃんが一発で決めちゃって、でなんか普通にお姉ちゃんの2で何分も時間を取ったんですけどお姉ちゃんが全然できなくて、なんかやっぱり兄弟に入れる時間が一番楽しいので、入れる時は入れるだけ楽しんで、今年もいっぱい遊びたいなと思ってます。ありがとうございました。ありがとうございました。